はい今回は氷室京介 えー、本名寺西修の身長あるいはですね昔の噂こちらの件について調べてお伝えしていこうと思いますのでよかったら最後まで聞いていただければと思いますまあ、この内容っていうのはとても興味があるんですがある方が多くいらっしゃると思うんですがまあ本当のことがわからないんですよねあのこのボーイのボーカルとして活躍していたあの氷室京介っていう方に関するまあいろんな噂なんですがまあ今回はその中からまあ3つ、えー、まあ本当の話で、えー、あるだろうなっていう話であったりまあ まあそういったことなんじゃないかなっていうことだったりまあリスナー様が関心を持たれることなんじゃないかなってもう3つについてですね、えー、取り上げてお伝えしていこうと思いますので今回もよろしくお願いいたしますまずですね1つ目なんですが氷室京介の本名は寺西治と、えー、いうことなんですねでこれ何で本名が分かったのかっていうところがこれポイントな,な,なんですよ 氷室京介っていうねあのまあ、ボーイの方はですね本名では活動していないんですよで本名がこれ寺西治っていうことが分かってるんですねでこれなんで本名が分かったのかっていう時のあのエピソードがかなりあのこれひどい話なんですよ。 ボーイ時代にですね、熱狂的信者がおり、氷室京介の実家を放火したということで、そこから名字が寺西ということが分かったって言われてるんですね。まあ、ひどい話ですよ。ファンが放火するとかね、うん。わけわかんないじゃないですか。で、こういったところから氷室京介の、えー、名字、えー、寺西が分かって、えー、寺西治っていうのが本名であるということが分かったと言われています。で、えー、次なんですが、おそらくこれ、えー、ボーイのファンの方、あるいは氷室京介のファンの方が、 えー、すごく、えー、気,気になる、えーまあ、本当のところが分からない氷室京介の「新調」っていう内容があるんですねそれについて考えていきます。 氷室京介の身長っていうのは、えー、非公開なのではっきりとしてわかりません。ただですね、えー、その同じボーイ時代に、布定友安の隣にいたことから、えー、実際はこれぐらいなんじゃないかとか、あとライブに行かれたファンの方からですね、身長165センチから170センチぐらいなんじゃないかっていうことが言われてるんですが、おそらくちょっと違うんじゃないかっていう感じで、 有力な説が一つあるんですね、えー、その説そしてさらにその説をもうちょっと考えるとこうなんじゃないかっていう氷室恭介の慎重に、えー、まあ なななんんていうのかな迫れる内容なんですがどういう、えー、有力な話かというと氷室恭介と三池隆史ていうね監督ですよね、氷室恭介と三池隆史がです、ね、一緒に写ってる写真があって、二人,人の身長がほとんど同じだったんですよ。で三池隆史の身長が1 6 4センチってことで、つまり氷室恭介の身長が1 6 4センチ、えー、1 6 5センチぐらいなのかなっていう話なんですが、ファンの方たちがここからさらに調べたんですね。 京介の履いてる靴の,あの底がちょっと厚底なんじゃないかっていう、まあ、そういったことが考えられてもちろん本当かどうかっていうのは分かりませんがこういったことを総合するとおそらく氷室京介の身長っていうのは 160cm ぐらいじゃないかっていうことが言われてるんですよおそらくこの話が、えー、最も氷室京介の身長に関して、えーまあ、有力なんじゃないかなと、まあ、僕は思いますあのブーツでですねこがちょっと高いのを履いて、えー、いるんじゃないかっていう、まあ、そういった可能性があるっていう話ねこの氷室京介の身長っていうのは結構調べる人が多いんでちょっとお役に立てればなと思うんですがあと最後にですねお伝えし,していこうと思うんですが 氷室京介の若い頃ねまあ若い頃っていうかまあ氷室京介の昔のエピソードなんですがこれがかなりですね、えー、怖いんですよ。あのー まず昔の写真というのがあのありまして、その写真を見るとあの怖いなぁと思うんですよ。で、えー、昔のエピソード、あるいは若い頃のエピソードっていうのがあるんですが、氷室京介っていうのは、売られた喧嘩は必ず買っていたとかっていうことが言われているんですね。あと、出身が群馬県なんですが、群馬県で喧嘩が強いことで知られていたということが分かっているんで、えー、まあ、 ね、昔若い頃から、まあ、相当強かったとそして、えー、音楽活動防を防御されてからも芸能界に入ってからもその強さっていうのは他の人が認めていると芸能界でですね、えーまあ、最強と言われている、えーまあ、強いと言われている吉川晃司が言ってますが吉川晃司が氷室恭介に関してこのようなことを言ってるんですね「ダメだよあんなの路上のプロだもん」っていうだからあの喧嘩が強すぎるっていうことですよね うん、最強のキッ吉コ浩司が言うということなんで相当強いということですねあとボーイのマネージャーが言っていました氷室京介はもしも音楽をやっていなかったら803になってるんじゃないかっていうそういうことを言われてるんでかなり強いし、まあ、怖いと氷室京介っていうのはこの音楽をしてるときはですねものすごくかっこいいし、えー、まあ人気がある方なんですが実はこういったね、えー、怖い側面も兼ね備えていると、まあ、そういうことだと思います 今回は、まあ、氷室京介に関する噂ということで、まあ、リスナー様が気になるかもしれない内容が一つでもあればと思いまして、こちらの件についてお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。今回、ここで終わりです。失礼いたします。